英仏米が旧体制の牙城と頼んだ国際連盟の本拠レマン湖畔の町ジュネーブは野来の淡雪に寒々と明けた。昭和8年2月24日の朝である。人通りまれな早朝の湖畔を柱を高く胸を張り、自然としてしかも深く思いを潜めて一人行くは、歴史的なこの日の連盟総会に帝国全権として臨まんとする松岡洋介その人であった。前年10月2日、いわゆる立本調査団が満州における帝国の特殊地位と自衛権等を否認し、満州国の独立を無視し、日本軍の撤退を勧告せる全文これ認識不足と越権とに満ちた報告書を提出して以来、先月にも州を頼んで帝国を屈服せしめんと企てた彼ら連盟諸国は、連日満州問題を論議してきたのであったが、この日こそ撤兵勧告案採決のイエスか農家の運命の日だったのである。選ばれて鹿島立つ日、今度の会議は技術の外交ではない誠意と腹との外交であると素敵なビューに固き決意を漏らした松岡全権は、四面楚歌並み居る世界の代表を睨んで、この日もまた50分にわたりガラスの間を圧して熱烈火を吐く熱弁もせ、帝国不動の信念を吐露したのであった。しかし、いかんせん、連盟至上主義者どもの顔面鼓動を、四十二のイエスに次いで発せられたただ一声、松岡全権の力強き脳ことは、時来10年、帝国が今日まであらゆる障害と圧迫等を排して、二隅に進み続けてきた正義の難路を全世界に向かって宣言したものであり、連盟今日の凋落を予言するレマン湖畔の嘲笑だったのである。さらにまたこの日、大国の危険こそは10年後の日台関係を暗示するものであった。翌3月27日、賢国も連盟脱退の対象は間髪せられた。から帰り見てなおくんば千万人といえどもあれいかん。見よ、半年後の昭和8年10月19日、ドイツは海軍備要求入れられずして、また昭和10年9月14日、イタリアはエチオピア問題に憤慨して、いずれも突然連盟を脱退したのである。一独位三国の旧秩序打破に結ばれた深く戻らぬ友情は、実にこの時早くも帯同していたのである。